さあ今日はですね、インディアンの FTR1200 ですね。はい、ということでですね、すごく珍しい形をしてますね、バイクとして。本当に外車感があふれる、そんなアメリカ製のオートバイなんですけど、実際どんな感じなんでしょうか、乗ったらですね。まずはまたがってみますか。さあまたがってみるとですね、足つきはまあ強いて言うと悪めです。はい、ちょっと高いなって感じになってるんですけど、ただですね、別につきますね、個人的には。私がつくんで大体の方大丈夫だと思うんですけど、ただ重さが軽いので、重さっていうか引き起こしの感じとかが軽いので、まあ、困りはしないかなとは思うんですけど、これ元々のモデルがフロント19インチ、リアが18インチというですね、ダートラスタイルだったもんで、3センチほど、まあ、30ミリですね、30ミリほどシートが下がったようです。なのでこれでもだいぶ良くなってるということでですね、まあ、そんな感じでございます。でまたがった感じのポジションとしてはですね、まずシートがすごくいいんですよ。これシートがすごく良くて、すごい柔らかいわけじゃないんですけど、まあまあしっかりしたシートなんですけど、ただ初期のですね、座った瞬間が柔らかいんですよね。こういったところがですね、長時間乗った時に多分いいシートなんだろうなと思わされました。であと座面も広いし、しっぽりはまるんで、バイク自体はダートラベースなんですごいシートコンパクトに見えるんですけど、ただ実際にはですね、乗ってみると全然悪くないっていう感じですね。かつ楽なだけのシートじゃなくて、スポーティーな感じにもなっております。さあそしてですね、さらにまあ座ってみた時のハンドルですね。ハンドル自体はちょっと前傾になります。程よい前傾ですけども、緩めの前傾になっていて、若干ハンドルは遠い印象ですね。でかつハンドルバー自体がですね、開いてる感じです。少しまあ別にそんな気にならないですよ、そんなに気にならないんですけど、若干開いてる感じですね。絞り角が浅い感じの、そんなイメージのハンドルになっています。まあこれアシスタントスリッパークラッチもついてるんで、クラッチはもう現代風にすごい軽いんですよね。でこっちがもうブレンボマスターなんで、言うことないんですけど、はい、そんな感じのオートバイになってます。タンデムチェック行ってみましょう。タンデムステップはですね、ステップじゃないや、タンデムシートですね、は座ってみるとですね、あ、意外とね、見た目より全然快適ですね。なんかステップ位置が高いんで膝とか厳しいかなと思った。まあそれは高いは高いですよ、高いは高いから曲がりはしますけども、ただですね、まあ意外とステップ自体はしっかりしていて、そんなに苦労しなそう、前の人の腰あたりにギュッとできそうな感じなんで、まあ、割と思ったよりは悪くないですね。快適ではないですよ。でここ捕まるところはですね、ちょっと位置が低いので、まあこれデザイン優先だからしょうがないですけど、ちょっと背中が丸まる感じになりますね。はい、というところかなと思います。あとはですね、握り心地として細いんですよ。とにかくここが細くて、かつ裏が抜いてあるんですよね。なのでちょっと手が痛い感じ。グローブしてたら平気なのかな。でも握りが細いですね、やっぱりね。細くて狭いのでちょっと大変な感じ。ただシートの座面自体はお尻の山の骨って分かります？お尻の山の座った時に当たる骨のところがちょうどこことここぐらいなので、ちゃんとね乗るんですよ。だからそういう意味では同じように細め、まあ細くないですね、これまあまあ広いですね。まあこういうシートの中ではですね、割とお尻は楽めなのかなと。なのでまあ捕まるところは片方だけ捕まるから、少し体の斜めにすればっていう感じでですね、骨盤歪ませながら乗ればそんなにしんどくないのかなと。そんなぐらいの、タンデムシートですね。こういうのにしては全然いいよっていうぐらいの感じになっております。さあそしてですね、まあ、今ポジションと座った感じの話をしたんですけども、まずはですね、車体の方のお話をしていきましょう。車体自体はですね、非常によく曲がるスポーツバイクな感じです。はい、ポジションこそ起きてるんで、レプリカバイクと比べると起きてるんですけど、よくあるそのハイパーネイキッド的な、そんな感じになっています。そして見た目が意外と奇抜な割にはですね、中身はですね、乗りやすいっていう感じですね。かなりひらひら曲がりますし、かつ接地感も分かりやすいです。なので乗りやすいオートバイというのがですね、まず第一印象ですね。そしてすごい独特じゃないですか、作りが。だそういったところを考えると、乗ってみると拍子抜けするぐらい普通のバイクという感じになっております。ただですね、エンジン自体はですね、結構回るエンジンですね。実際数字的に見たらそういうこともないんじゃないかなとは思うんですけど、体感上で言ったら高回転型に見えるぐらい、V ツインのイメージで乗るとですね、皆さん期待を裏切られると思います。 V ツインの感じはもうほぼ皆無ですね。なので、まあ、皆無と言ったら言い過ぎになりますけど、ほぼないですね。なので例えば過去にあったような V ツインをこういうクラシカルなデザイン、まあクラシカルではないか、ネイキッドスタイルに積んだバイクたちっていっぱいあったと思うんですよ。 VRX400 とかですね、例えば SRV とか、じゃあビモーターのシリーズだったりとか、ヤマハでいうと MT-01 と
とかですね、ああいう BT1100 ブルドッグとかですね、ああいう V ツインの駆動感を楽しみながら軽快な走りを、車体はね、ネイキッドの軽快な走りを楽しむというですね、そういうバイクにこれ見えると思うんですよ。ただ全然違いますから、あれを考えてるんであればもう本当に違うものですね。エンジンは滑らかに回る、ダラララって感じですね。まるでパラレルツインに乗ってるかのようなですね、そんな感じです。 V ツインというよりはそんな感じになっていながらにしてですね、ただ車体自体はこういう軽快なスポーティーなバイクなので、本当にですね、スポーティーなネイキッドでも2気筒だからよう曲がるねっていう風に捉えてもらえればですね、すごくピンとくるんじゃないかと。そして今の話を聞けば分かると思うんですけど、似たようなバイクがないです。なのですごい個性的な感じですね。はい、で、結構面白いで、よく曲がるんでね、重心も高いですけど、人間が乗ったところが高いですけど、座る位置がね。ただバイク自体は結構低重心な印象ですね。なのでそういったところも含めてですね、見た目とは全然違うものというふうに解釈していただいた方がいいんじゃないかと。そしてどんなバイクに似てますかがないので説明のしようがないんですけど、ただそういう新しい世界観がある。そしてそこにですね、ものすごいハイテクをまとってます。これもう分かると思うんですけど、エンジンもハイメカだし、機構としても秀逸です。気筒を片方殺す機構だとかですね、いろんなものがついていて、でかつこのメーター内のハイテクとか、あと電子制御ですね、電子制御も全部ついてます、皆さんがイメージするやつは。なのでトラコンとかだけじゃなくてですね、はい、ウィリーコントロールとかも全部ついてるんで、そういうところではですね、ものすごく、今時のアメ車ですね。はい、別の動画でも同じ表現使ってるんですけど、本当に今時のアメ車な感じにすごくなってます。ゆるさだったりとか雰囲気だったりとか味わいですね、そういったものをですね、誇張して作るような、そんな感じの商品にはなってないです。現代的にものすごいモダンな作りになっていて、そしてハイテクの塊な感じがして、伝統を重んじるために V ツインを積んではいるけれど、容赦なくそこをですね、今時風にアレンジした、そんな感じの作りになっているというのがですね、このインディアンというバイクなんじゃないかなと思います。ただ唯一ですね、気になったのはですね、 V ツインの気持ちで乗ったからかもしれないんですけど、低速トルクがないですね。本当に高回転型エンジンに乗ってるような感覚ですね。 1203cc だったかな、あるエンジンなんですけども、低い回転、それこそ2000回転以下でクラッチつないで発進しようとしてると、なんかエースとして立ちこけしそうな、はい、印象になるぐらいですね。もちろんゆっくりやりゃつながりますよ。ただ不用意に普段からその回転数を常用して発進して乗るようなバイクじゃないですね。もうちょっと回して、それこそ3000ぐらい回して、若干の坂道発進的イメージで、このぐらいの排気量のバイクで比べたらですよ、クラッチをつないでいかないと、クラッチも軽いんでより油断しやすいんですよね。なのでそういうところはですね、若干注意が必要かなっていうのと、意表をつく感じ、なのでですね、多分インディアンというですね、伝統とクラシカルな雰囲気のロゴとかをですね、頭でイメージしてこのバイクにまたがると、いい意味ですごく期待を裏切られる、そんな一台になっております。